他の男の子とは違う乾くんが特別。それってつまり、ペットはもう家族って言うもんね。犬じゃねえ。おい、ぼーっとしてんな。入場するよ。あ、そうです。今日は先日の芹沢くんの発言の通り、今度は3人で遊び行こうね。良い一日を。大人気テーマパークデデリーランドに来ています。わー、なんだここ、変な着ぐるみだらけ。戌井くん知らないの？デデリーランドはいろんなおとぎ話をテーマにしたエリアが精密に作られてて、多彩なアトラクション、ショーやパレード、キャラクターとのグリーティング、誰でも一日中楽しめる、世界中にファンがいる超人気テーマパークだよ。トトコちゃん、デデリーガチ勢だったんだ。私の最推しはマシュマロ。ああ、あんたの家にたくさんいるマロマユ。見て、あそこの子たちやばい。右の男の子、太陽と月の子のリッツ王子みたいじゃない？左の子はレプスと呪いの城の騎士全員っぽい。間の女の子はイケメン2人はべらせるプリンセス。はべ？うらやましい。何から乗る？結構並ぶんだな。学校の外でも2人って目立つんだな。みんなでカチューシャつけよう。俺はこれ。デデリーだ。かわいい。メインキャラクターデデリー。あざと。トトコちゃんもお揃いにする？そうだね。じゃあ宇佐美はこっちだろ。うさぎ。ドキ？ああ、確かにトトコちゃんに似合ってるね。かわいい。芹沢くんには何ともない。じゃあ善は俺とおそろにしよう。嫌だ。なんでだろう。どっちの彼女？ほーい。わー、楽しいね。次どれ乗ろっか。ん？善？大丈夫？乾くん、乗り物用意しちゃった？酔ってない。酔ってるね。俺そこで休んでるから2人で遊んでくれば。え、そんなこと。俺のことはいいから。宇佐美、今日楽しみにしてただろ。台無しにしたくない。乾くん。そう？じゃあ俺らで楽しんで。2人ともここで待ってて。12ページ、コキッちゃん先生のイレイスハウスへようこそ。